冬が始まるよ、ほらまた僕のそばで始まってるっちゅうねん。もうがっつり冬やよねんな。はい、ということでコンビニに行くとまたこれを見つけてきました。ババーン、明治キノコの山ミルク&キャラメル冬だよりパッパラントーン。タケノコはなかったんです。普通ね、ここにババンってもう一つさ、キノコの山があるとタケノコの里ホワイトココアっていうのが出てるんですよ。冬だよりのね、このね、この冬だよりシリーズで出てるのに売ってなかったんですよ。これはきっとキノコの山の陰謀ですよ。これ戦争してますからね。これパラパラどっか行けみたいなね。キノコの山ミルクキャラメル、キノコの味とキャラメル味のチョコを重ね、サクサクのクラッカーに合わせた味わい、深い美味しさをお楽しみください。お楽しみください。お楽しみください。ということで、珍しくね、これね、今気づいたんですけど、ここにもね、ここにもミシン目があって、ここからも開けれるんですよ。これね、横からもこうも開けれるし、こっちからも開けれるし、ここからも開けれると、明治さんも本当にこのキノコの山にこう全力でこうね、力を注いでいるのがよくわかりますね。そして2015年の10月まで持ちますからね。はい、ということで開けたいと思います。まあ開け口ってここ書いてるんでね、ここから開けたいと思います。あっ、ペンペッペレンパラパラ、よいしょ。お、キノコの山こんな感じでございます。こんな感じでございます。キノコがね、ちょっとまあ本当に雪がかかったような、おいしいキノコをいただきます。いただきます。これはうまい、これはうまいね。外れないね。あの、なんていうのかな、愛し松本の滑らない話あるじゃん、あれ並みだね。やっぱ鉄板だね、これは。やっぱ外れないわ、さすが。あの、こういう風着てるでしょ、でこうやって腕組むでしょ、手カサカサでさ、ここがそう、なんていうの、この引っかかりあるの分かる、こうガタガタって、なんかこうここが引っかかるのこうやってやった瞬間にこう引っかかるのがね、すごい手カサカサになるよね。カサカサでしょ、乾燥してね。みんなあれ何、ハンドクリーム何使ってる？僕はね、このババン、アトリックス、アトリック、アトリックス、知らんやろみんなこの CM、 これなんだろう、なんかエキストラなんとかのね、尿素プラスだったから、なんかそのノーマルなアトリックスじゃなくて、これをね、なんならつけてあげたいんだけどね、こうやって、ほら手出してみ、ほら手出して、ほら、これをね、こう、あのね、手のひらから、手の甲からやっぱりこうやって塗ってからこうやるんですよ。あんまり手のひらベタベタ、ベタベタならない、これ。全然、ごめん、話変わったな。何の話やねん。キノコの山ちゃうんかいと。説明いらない。うまい、これ。これは美味しい。これはもう皆さんも、もう買って食べてください。これは外れません。こういうなると、タケノコの里のホワイトココアってやつが食べたくなるんですよね。あれ不思議だよね。キノコの山がこう美味しかったら、出てるタケノコの里も美味しいんちゃうかなと思って買ってみるとかね、なってしまうんですが、鉄板は間違いないねっていう話でした。うん。だから、ユースケ的電気も、こうね、いつ見ても面白いね。っていうふうにね、こう、なんとなくこう、めっちゃおもろいは続かないけど、なんとなくおもろいっていうのを、あのゆるい感じでね、ゆるい感じでいきたいと思っています。ということで、何の話だったっけ。そう、アトリックスがいいって、違う、キノコの山がうまいっていう話でございました。それでは明日も見てくれるかなって、これパターンがしつつあるね。テレテレテレレ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 レ。はい、ゆうすけ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それから Twitter、アメブロ、Facebook、ツイキャス全て含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。